ドスケベな皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは、日本の歌手やタレント、アーティストとして様々な場面で大活躍しているセクシーな工藤静香さんです。1970年4月14日生まれ激アツの54歳東京都出身。血液型は B 型。身長161センチ。スリーサイズは上から推定85、68、82の推定 D カップです。ちょうどいい感じが変態兄貴たちには我慢できませんよね。最高のルックスに美乳といい、いろいろ楽しみな人ではないでしょうか。さてそんな彼女ですが、1970年4月14日、埼玉県朝霞市の病院で生まれる。名前の由来は、静香御前から取っており、青森県出身の板前の父と、美容師の母の下で幼少期を青森、および東京都西多摩郡羽村町で過ごす。実家は、ラベンダーというスナックだった。村の小鳩幼稚園から町立栄小学校へ入学します。その後劇団、東廃に所属し、中学3年時に新宿区立四谷第二中学校へ転校します。1984年中学2年生の時に応募総数は歴代最大18万325人の第3回、ミスセブンティーンコンテストに出場し、特別賞を受賞した。高校へ進学後の1986年5月23日、ソニー関係者の勧めで出演したフジテレビ系、夕焼けにゃんにゃんのオーディションコーナー、ザ・スカウト、アイドルを探せで合格します。そしておにゃんこクラブの会員番号38番となります。すでに歌手活動をしていたことが知られたが、突出したクロートっぽさを見せることはなく、クイズ等で見せる、バカキャラ、やみずから、だって私バカなんだもん、と発言したこともあるや、ヤンキーキャラなどの3枚目キャラで注目されるようになる。番組でのキャッチフレーズは、いつも元気な3枚目。おにゃんこクラブは学業最優先が原則であったが、工藤はあまり真面目に学校へ通っていなかったことを後に告白している。1986年10月、渡辺満里奈のソロデビュー曲、深呼吸してで生稲晃子と共にウィズおにゃんこクラブとしてバックコーラスを担当しました。夕焼けにゃんにゃん内での歌唱のほか、音楽番組、歌のトップ10にも出演し徐々に頭角を現しました。1987年5月に発売されたおにゃんこのシングル、カタツムリサンバではフロントボーカルに抜擢されるなど、終焉に向かっていたおにゃんこクラブの中で人気、知名度を上げていく。また生稲晃子斎藤真希子と共に派生ユニット、後ろ髪引かれ隊としての活動も開始しました。テレビアニメ、ハイスクール、鬼面組の主題歌となったデビュー曲、地の川を越えて、がオリコンチャート週間1位となる。19、1987年9月20日のウニャンコクラブの解散後も、1988年5月の活動休止まで、ソロ活動と並行する形で、後ろ髪引かれ隊として新プリリースやテレビ出演、ラジオや雑誌、グラビアやイメージビデオ写真集や海外ロケ、地方キャンペーンコンサートなどアイドルユニットとして多方面な活動を展開した。2000年12月5日に当時 SMAP のメンバーとして活躍していた木村拓哉と結婚します。2001年5月に長女ココミ、2003年2月に次女美月を出産。2000年から2002年まで、ヨシキが主催するレコード会社、エクスタシーレコードに所属。2004年ラスベガスにて自身がデザイン、プロデュースする宝飾ブランド、トレジャーフォンを発表します。日本でなく海外で発表したのは、工藤静香の名前のみが注目されデザインが適切に評価されないことを避けるためであった。2005年、出産と育児に重きを置いて音楽活動からは遠ざかっていたが、2月16日におよそ3年ぶりのシングル、生まれし花を発売します。これを機に古巣であるレコード会社ポニーキャニオンに復帰した。2017年ソロデビュー30周年を迎える。それを記念して、秋よりおよそ数年振りとなる全国ツアーの開催。デビュー日にあたる8月31日に2005年にリリースされた、月影以来約12年半振りとなるオリジナルアルバム、リンを発売することも決定した。2022年、GQ、ジャパンの企画で愛車遍歴を公開。ポルシェを3台乗り継ぎ、人生初のフェラーリの F355 を新車で購入。こだわりの内装は特注でパープル。また、愛犬家として知られる。犬の気持ちを親身に考え、実際には犬からすれば迷惑行為であることを平然としている飼い主に苦言を呈することもある。特技は油絵と宝飾デザイン。画家として2カ展に1回の特選。
14回の入選実績がある。アイドル時代から料理が趣味で、静かドリンクと呼ばれる特製スムージーを作るほどであったが、料理好きと言っても誰にも信じてもらえなかったという。笑った際や顔をしかめた際の独特の下がり眉に特徴があり、時計の針の8時25分などと呼ばれていた。セブンティーンクラブやおにゃんこクラブ時代の活動やエピソードなどをテレビ番組のトーク等で話題にすることもあり、コンサートで会員番号の歌の自身のパートを歌うこともあった。 NHK 二人のビッグショーでセーラー服を脱がさないでの一節を振り付きで披露したこともある。おにゃんこクラブ時代、クーニャンという愛称があったが、本人曰くクーニャンと呼んでほしくないと日本放送のラジオ番組関根勤の東京ベストヒットで公言している。中山美穂とはアイドル時代は1987年10月クールの連続ドラマお暇なら来てよねで共演以降親交を深め、1988年12月20日の火曜スーパーワイドミスマッチでの再共演や2人で雑誌のグラビアに乗るなど、公私ともに仲良しぶりをアピールしていた。1988年の TBS 系列ドラマ時間ですよたびたびで共演して以来、トンネルズとの共演が多い。石橋貴明からは姫と呼ばれている。姫というか女王ですよね。今ではすっかり有名になった彼女ですが、今後どうなるか目が離せませんね。どう転んでも我々ファンは温かい目で見守っていきたいですね。概要欄に彼女の SNS リンクを載せているので、可愛い、興味湧いたって人はいいねとフォローぜひお願いします。まだ推しが見つかってないよって人は過去の動画も見た方がいいですね。チャンネル登録高評価していただくと動画作りのモチベが上がりますので、ぜひお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。Thank you.